はい、皆さんこんにちは、カンチェルス VTR の修さんです。今日はですね、コンピラさんのエネルギーを感じてみてもらいたいと思います。このチャンネルは絶賛初者あなたが見えないエネルギー今日ね感じるというチャンネルとなっております。皆さんね、コンピラさんってねご存知でしょうか。香川県にある琴平宮というね神社なんですけれども、最近ね神社本庁を抜けるということで結構話題になったと思います。この話題についてはね、よかったらサブチャンネルで話してます。よかったらね概要欄、で後で見てもらえたらと思います。個人的にですね、コンピラさんというのはですね、僕はね四国で多分おそらく一番ねエネルギーがある場所だと思っております。はい、まあ、そのね、まあ、江戸時代でねコンピラ参りといってね結構ね、まあ、ブームになって、今もねそのすごくね人気がある神社なんですけれども、まあ、実際のね、まあ、エネルギーはどうなのかというのをね、まあ、皆さんと、感じていきたいと思います。はい、まあ、コンピラさんの特徴としまして、結構ね長い階段があるんですよね。まあ、本殿まではだいたい700段で、まあ、奥社っていうところがあるんですけど、そこまでは1400段あるわけなんですよ。結構ねもう神社の中でも参拝がね過酷な部類のも結構トップクラスになるんですけれども、まあね、ちょっとね実際登るのは結構大変なんで、そしてね今の時期でやっぱねちょっとねなかなか遠くに行けないと思うんで、よかったらね、まあ、一緒にね、一気を感じると同時にその遠隔ね参拝してもらえたらと思います。はい、じゃあね、まあ、僕の動画の特徴としてましてはですね、まあ、神社のエネルギーの感じるということなんですよ。ただ単にそのね、まあ、神社でお願い事するだけではなくて、神様のエネルギーを直に感じるということを、まあ、重要しております。気の感じ方というのは下のね、概要欄に書いてはいるんですけれども、まあ、簡単に説明するとですね、まあ、神社、まあ、大体ね、スマートフォンとかで見てると思うんですけども、画像とかからやっぱりね、エネルギーが出てるんですよね。それをね、まあ、見たらですね、呼吸の変化が結構あるわけなんですよ。呼吸がね、吸いやすかったらエネルギーがいい神社。呼吸がね、吸いにくかったらちょっとね、エネルギーが劣る神社だったりしますんで、まあ、そういうものをね基準にして、感じてみてください。あとはね手をかざすとかでもいいですし、ちょっとね、まあ、切り替わるのがねちょっと早いなって思うんだったらね、一旦停止してもらって手をかざした、呼吸をしたりなんかして感じてみてください。はい、そしてね、まあ、僕はねちょっと今からその神社のエネルギーを解説してるんですけど、先入観をねなくして、まずは自分で感じたいと思われる方っていうのは一旦ね、音声をゼロにしてね、まあご覧いただきたいと思います。また後でね、答え合わせして、感じていただけたらと思います。はい。じゃあね、早速見てもらいたいと思います。どうぞ。はい、早速見ていきたいと思います。この黄色いお守りね、結構エネルギーがあるんで、まあおすすめでございます。はい。こちらをね、通ったらね、そのこの門を通ったらエネルギーが変わっていくと思います。体の感覚をね、感じてみてください。これね、2019年にね、春に訪れた、コンピラさんでございます。結構ね、その体が包まれたような感覚なんないですかね。なかなかこう、足とか手がジンジンしたりとか、こう体がね、包まれたような感覚があると思います。はい、いやー、桜がね、まあ、綺麗ですし、なかなかね、その、まあ、当時のことをね、思い出しますね。まあ、それからね、まあ僕がね、スピリチュアルにね、どっぷりね、ハマっていったっていうね、ことをね、まあ思い出したりします。はい。まあ結構綺麗ですね。右手に見えるのがですね、まあ書院と呼ばれる場所で、まあ、襖絵とかがね、その丸山王居のね、虎の絵、まあ、水の実の虎というのが結構有名だったりしますので、参拝した時にはね、ぜひ行ってもらえたらと思います。はい。結構ね、階段登ると思いますね。はい。ここからですね、まあ、原江戸、社ですね。まあね、いろんな神社であるんですけれども、結構ね、ここの原江戸社はね、エネルギーありますね。はい。やっぱここのね、そのコンピラさんの特徴としましては、その拙者のエネルギーが強いということです。格段にですね。はい。ここはね、ちょっと火の神様なんですけど、ここもね、パワフルなエネルギーをね、結構感じる人はね、感じると思います。すごいっすね。はい。で、次にですね、正面に見える2階建てのものがですね、旭社ですね。まあ、もともとね、仏様を祀ってるとこなんですけども、まあ、今はね、そこまでなんか、神様いない、あまり感じないね、ところでございます。ここが伊勢神宮の遥拝所でございます。そこまでエネルギーがないなというふうにね、感じますね。で、ここですね、まあ、スザノオさんを祀ってるところなんですけれども、ここは結構いいですね。パワフル。なやっぱ男性的なね、結構エネルギーを感じる、まあ、神社でございます。はい。じゃあね、ちょっとね、さらに登っていきたいと思います。はい。結構ね、拙者がいっぱいあるんですね。まあ、ここもあるんですけど、ここはそこまでエネルギーはないですね。
はい、まあ、気になる方はねストップしてみてください。ここは結構エネルギーありますね。第7チャクラが結構反応しますね。まあ、エビス様、今年炉主かな、はい、お祀ってる神社でございます。はい、ここはですね、まあ、本殿でございます。大物主をね祀った神社でございます。はい、でこちらがですね奥さんのね、神様を祀った神社でございます。そこまでねエネルギーはないかな。ここが厳島神社、まあ、厳島姫の御事。ここは結構しっかりねエネルギーのある、まあ、女性らしいね、まあ、胸のチャクラでね感じるエネルギーでございます。はい、ここですよね。ここはね、まあ、大山積って書いてるんですけれども、なんかねすごい歴史が古いね、まあ、神社だそうです。ここはすごくいい、ちょっと厳しいような感じがしますね。はい、でですね、まあ、ここはねあんまり皆さんね知らないんですけれども、ここにですね、まあ、大国主を祀ったね、まあ、神社があるわけなんですよ。まあ、全然ね誰も来てないんでね、ゆっくりね参拝できると思うんですよ。結構ね、まあ、個人的にはエネルギーがいいかなって思いますね。結構第7チャクラの反応が強いんで、まあ、ご神気がね強いっていうか、ちょっとね、まあ、階段があるんで分かりにくいんですけれども、まあ、僕はね、まあ、必ず訪れる神社でございます。はい、まあ、ここね、まあ、まあ、拝殿のね、横に、まあ、金の、絵がね、描いておりますけども、結構綺麗ですよね。はい、まあ、こちらがですね、まあ、本で、ですね、まあ、結構ね、パワフル系のね、まあ、エネルギーで、はい、ちょっと人が映ってたんで、まあ、写真でね、感じてみてもらいましょう。はい、なかなかね、パワフルだけど、神様、まあ、ご神器というものが、まあ、ある。まあ、素晴らしいね、まあ、神社だと思います。はい、じゃあねさらにね上に行きたいと思います。結構ね、まあ、景色がいいんですけれども、これからさらにね上に行けるわけなんです。今700段ぐらいなんですけどもね。はい、まあ、鳥をくくるとね結構気が変わったのをね感じる人は感じると思います。手足がね結構ジンジンするような感覚ですね。これはやっぱ地の木ですね。そのまあその山自体のエネルギーがですねすごく高い場所なんですよね。はい、まあ、ここはそこそこですかね。はい、そうですね、山の力がね結構ね強い場所なんですよ。ここね結構古墳とかが、ね、いっぱいある場所なんですけども、やっぱ昔の人はね分かってたんだと思います。はい、で目の前にですね、まあ、白峰神社がね見えると思うんですけれども、ここが崇徳天皇ですね、ちょっと讃岐にね流された神社でございます。はい、実はあんまりねちょっと良くないわけなんですね。ちょっと距離をね取って撮影してたと思うんですけれども、まあ、崇徳天皇ですね、前あの、まあ、京都のね、まあ、縁切神社行った時に、ここもねそこそこでございます。はい、前 ね、ね京都のね縁切神社に行った時に祀ってた、まあ、神様ですね。はい、やっぱその、まあ、天皇陛下がねちょっと恨みを持って死んでしまうとですね、まあ、結構なんか呪いの力が強いっていうかね、やっぱりそのね適切な場所にお祭りしないと後々たたりがねあるのが怖いんで、まあ、結構ねその、まあ、お祭りしてるみたいです。はい、まあ、ちょっとね、まあ、崇徳天皇の話は置いておいて、まあ、結構ねあの上にね登るごとにやっぱその地の木っていうのはだんだんね、まあ、自然の木っていうのもあると思うんですけど高くなっていくと思います。はい、まあ、結構ね登ってきたと思うんですけれども、これねもうすでに結構ヘロヘロになってるんですけど、ちょっとねあの女性の方に抜かれそうになったんでね抜き返しましたけども、はい、なかなかねここまで行くのはもう結構足がねガクガクになっちゃったりしますね。だからちゃんとした靴とか装備でないと結構厳しかったりします。はい、目の前に見えるのが奥社でございます。はい、どうですかね、まあ、エネルギーは、まあ、正直なところそこまで強くはないかなっていう感じですね。はい、ちょっと比較のためにねさっき見た、まあ、大山積ですね、はい、強いといったところ、やっぱここの方がちょっとね、まあ、エネルギーすごい強いと思いますね。はい、な全然ねここにね人をお参りしてないんですけどもね。はい、どうですかね、やっぱちょっと落ちるかなっていう感じですね。まあ悪くはないんですけどね。はい、あとね、まあ、ちょっとね、まあ、秘密の神社っていうかね、まあ、とあるところにねある、まあ、この琴平郡に、ね、関連する神社でございます。ここも結構
個人的なエネルギーがいいかなっていうふうにね思います。まあ、この神社知ってる人っていうのはなかなかいないと思いますし、ここはちょっとね、まあ危険なんでね、まあ行くまで危険なんで、まあ行く人を選ぶと思います。やっぱね、このね、こんぴら山っていうのは、やっぱ本当ね、四国で一番のパワースポットだと個人的には思ってます。まあ、山自体もそのね、そのなんだろう、地の木がすごいいっぱいある場所ですし、その、まあ神様ね、その、まあ本殿のね、大物主っていうのも結構ね、エネルギーある神社なんですけど、まあ拙者ですよね。その、まあ関連する神社のことのね、拙者というんですけれども、その拙者も、なんだろうな、普通の神社として、もうお祭りできるぐらい、なんかすごいエネルギーを感じるところが、まあ、結構いっぱいあるんですよね。なかなかこの拙者までエネルギーがある神社っていうのはなかなかないんですよね。はい。で、まあ初めてね、僕がね、気を感じた、まあ神様の気を感じた場所なんですけれども、やっぱね、ここはね、まあ皆さんにね、ぜひ行ってもらいたい神社でございます。行くときにはですね、まあちゃんとしたね、そのね、汗をかいてもいい格好とかね、ちゃんとした靴をね、履いてね、参拝していただけたらと思います。結構ね、ちょっと覚悟とね、ちょっと体力がいる神社なので、はい、そこはね、ちょっと覚悟してね、参拝していただけたらと思います。エネルギーはね、結構保証付きですので、よかったらね、参拝してみてください。はい。あとね、まあエネルギー感じた方はよかったらグッドボタン。あとね、チャンネル登録と他の動画よかったら見ていただけるとありがたいです。で、この動画は以上になります。ありがとうございました。